皆さんこんにちは今回も森渡りのビデオをご覧いただきありがとうございますこの動画は宇宙サンドボックス MMO スターベースの関連動画です今回は速度・墜落・質量の関係を検証しますこれまでのビデオで速度計・平均法・速度制御法をそれぞれ検討してきましたので今回はそれらを活用して3者の関係を調べようと思います もし法則性を見つけ出せば、質量から必要なスラスター数を割り出して、さらには、無積載速度、積載速度などが計算し放題になりますね。まず、下準備として、スラスター出力が、ほぼすべて速度に変換される、とてつもなく、対称性の良い船を準備します。シップデザイナーの原点を中心として、設計をはじめ、すべてのアイテムが、天対称、ョ対戦になるように配置します。 デバイスはもちろんですが、ボルトケーブルパイプにはそれぞれ約 0.32.59.6kg の質量があるのでオートボルトされないような半端な配置はせずケーブル類はハードポイントをダクトに貼り付けて端子から直線で配線しますこのように慎重に作るわけですがそれを満たすデバイスが存在します重い上に重心が中央になくミラー板のモジュールがなく オートボルトするたびにボルトの位置が変わるバッテリーです。ですので設計後に微調整します。フライトコンピューターは微妙なバランスの違いを検出してある程度までなら完全にまっすぐに推進できるように推力を調整してくれます。これを利用してバランス調整に使います。すでに高精度ではありますが軽い部品を貼り付け微調整します。上下のスラスラター出力が 1>, 1と2にになりまししたススラスターの推力差にして4ですこれ以上重りを加えると数値が逆転するのではなくそのまま曲がり始める仕様なので前方に対する推力130万に対して十分な精度として次に進みましょう後方の左右のエンジンは調整によって1万に合いました測定時にはフライトコントロール経由だと厳密に測りづらいので精度確認が終わったら 後部スラスターだけの動作にしそれを直接ヨロルで自動速度調節しますいよいよ水力測定です速度はフレームレートで影響を受けてしまいますので今回はフレームレート70に固定して測定しますこの状態で過剰な水力にて飽和速度を測ると平均で毎秒 150.1m になります過剰な水力でも細かい時間で見ると 正確に一定速度が算出されているわけではないのでこの速度を目指して自動制御すると過剰な水力の結果が出ますしたがって過剰な結果を出さずに計測できる限界の目標平均速度毎秒 150m ちょうどになるよう制御しながら飛行しその間の平均水力を測ります質量は船を拾おうとするとエラーメッセージとして確認可能です テストモードに入るたびに値が変わるのが気になりますがビームのみでテストしても同じでした6型以上の精度があるので問題ないでしょう水力を質量で割ることで速度150を出すための水力質量比を算出できます11以上とは予想よりもだいぶ大きい値が出ました聞いた話では毎秒 150m を出すには6から6.5程度の値が必要であるそうでしたのでそれを 精度よく決定するつもりでしたが検証が必要なようですもともと質量と水力を増やしながら測定するつもりでしたので測っていきましょうこの船は対称性を維持したまま簡単に接続できるようになっています測定結果はこのようになりました水力質量比が6.5であると算出した方は1キロトン付近の比較的重い船で検証したようです このままでは最高速度専用になってしまいますので速度を毎秒 140m に変えて測定してみましたこの様子では10ごとに速度を変えながら曲線は出せますが線の上以外は計算できませんまた性質もわからないまま近似式を利用するだけでは測定班以外の質量を持つ船の性質が一致しているか不安が残ります連続する値ですから何かしらの法則性があるはずです 比較する方法を変えてみましょう。それによって適応できる近似式も変わりますプラスマイナスを変えたり X と Y を入れ替えたり逆数にしたりしますこれが大当たりです大変きれいに整列しています技術的に楽になる毎秒 140m が R2 値から高精度で測れていることが分かりますし 150についても良い精度ですね傾向が見えましたので船を1台2台5台10台結合して測定することとし質量を統一しながら速度10ごとに対洋測定しますするとこのようになりましたグラフの横軸はキロトン単位で割るようにすることで整数にしました100万キログラムある船なら1になります横軸の右の方に分類される軽い船ほど 必要な水力質量比が増えています重くなれば必要な水力が増えるので難しくなると考えがちですが軽量な船ほどその質量のまま水力確保するのは難しいという結果です実際測定船も船1つ分の場合に飽和速度を出そうとするとテア3ボックススラスターの出力限界に近いです10台結合した場合は余裕です毎秒 150m では Y 切片がおよそ6.4です つまり船が重くなるほどこの水力質量比に限りなく近づいていくということです時折値が合わないとか仕様変更されたのではという声も聞こえましたが質量が変わると必要水力レベルがそもそも変わってしまうということで包括的に測定しないと結論が出ない問題だったということです速度によって傾き A と切片 B が連続的に変化していますのでこれも速度に対してグラフを引き 近似式を算出しましょう。高い R 通知を持つ近似式が得られました。速度 V を右辺に移動してから2次方程式の解の公式を使うと、公式でいうところの X ここでは傾き A が得られます。同様に、切片 B も算出できるようになりました。これで1 5とに限らず速度を定めると、質量と水力をお互いに算出できるようになりました。さてこの線はよく見ると 一点を目指しししてているよようう。うに見えまます。す。延長してみましょうそのようです例えば1つの直線の式に y=0 を代入して計算するとこの x 切片は −12.83 程度であることが求まりますそうするとここを通る直線はこのように書けます変形して a を xy で表せるようになりましたので速度から a を出す式に代入しますこれで推力や質量を表す x と y から速度が出るようになりました。全貌が見えたところで真の最高速度である毎秒 150.1m の条件を精度よく算出したいところですが直接の測定はできませんしたがって逆に毎秒 149.9m 毎秒 145m を追加で測定しますこれで最高速度付近の精度が向上しますこれらを含めて近似式を求め直し その曲線の頂点を計算すると150.1になりました実際にはフレームレートが1変わることによって0.2ほど速度が揺らぐので速度の絶対値としてではなく飽和速度が出るかの目安にするといいでしょうこれによって真の最高速度を含めて計算できる条件が整いましたそこで以上の測定データと数式を活用していただけるよう Web 計算機を作りました 速度水力質量のうち2つを決めれば残りを高精度で算出することができるようになりましたので設計がはかどると思います概要欄にリンクを貼っておきますねこの動画が役立ちましたら高評価をいただければ励みになります続編があればいいなと思われた場合はこの動画からチャンネル登録やコメントをいただければそれが分かりますのでよろしくお願いします またお会いしましょう。